続けざま 75.5 キロ杉江アマゾン大輔今日初戦となります。70キロちょうど宮田和幸42歳。さあ宮田はレスリングではシドニーオリンピックフリースタイル63キロ級日本代表、それから全日本選手権を優勝3回、今まで見せられなかった力をということですから、桜庭さん、はい、これも本当にまず宮田がどう相対するのかですね、はいはい、もう立ち技からこれも面白いと思うんですけどね、この段階から引き込んだ。アマゾンが一つシッティング見せましたが、やはりこれは引っ込んできますよね。そこから一つ線を引いて、その後ですね、どう撹乱してくるのか、落としですね、うん、しっかり宮田の方が組み手、はい、組み手使って落としましたね、はい。さあシッティングガードの杉江選手、はい、まあ、ここからレスリングをかけるような競技ですよね、まあ、言ってみればブラジルですね、座ったところから追っかけていくような感じですね。その柔術対柔術、まさにブラジリアン柔術ルールですと、その2人が座ってなんていうこともあるんですが、おお飛び込んでガード、はい、宮田選手早いですね、早い、腕を捉えています。おもう締め上げるか、ちょっと左腕で支えて右腕で腕が伸びた抜き返さなきゃいけないですね。戻せる、戻せる、ヘラクレスがアームロックを次の10日から一歩抜き返した、電光石火飛びついて、その直後アームロック、早い、67秒です。67秒、1分7秒、桜庭さんすごいですね。まずあのジャンプで食らいついてから、はい、ね、ブラウンドは勝者審判宮田和幸。いや、なんと今日初戦だったわけですが、アマゾンの腕を切って落としました。宮田選手のこういった強さも、まあ、見られる舞台ですよね。まさにそうですね、いやでもこれ本人も桜庭さん会心でしょうね、はい。まあ、僕あの噂っていうか話は聞いてたんですけど、結構寝技も強いって聞いてたんで、初めて見るというか、はい、やっぱり MMA ではなかなか出ない面ありますから、はい。さあリプレイご覧いただきましょう。こういうテクニックが見せたかったんでしょうね、宮田選手飛び込んで腕絡みを絡んでしまいましたね、この形のまま、まあ、杉江選手は逃げようとして足で使って跳ねたんですけども、やはり宮田選手動きが非常に早いですよね。腰を切ってしまい、パスガードしてしまうわけですね、これ。そして腕絡みを両方で抱えてますから、はい、これはここまで来るともう脱出は不可能ですよね。いや桜庭さん、はい、こう力も技も、はい、という気がしました。すごいピタッとはまってますね、もうアームロックが。こうなると中井さんもう抜けられない。そうですね。こういった強さ、やっぱり MMA ではなかなか見ることのできない側面が見られるのもグラッピングの面白さですよね、はい。まず飛びついた段階から思い切りましたね、はい、やはり絶対にこれは抜き返さなきゃいけないという気持ちがあったでしょうからね、それが運第一本だと思いますね。いや杉江アマゾン大輔も必死に耐えましたが、これで一本勝ち、腕を決め切りました、宮田和幸です。前方にオリンピック、そして世界選手権で銀メダルを取っていますサラ・マクマン。サラ・マクマンをも飲み込むのか、杉内、これ試合時間が4分になるというのがキーポイントですね、はい。体重差は 16.5 キロ、サラ・マクマンの方が体重は重くなっています。サラ・マクマン対杉内幸ってなかなか異次元な顔ですよね、これは、まあ、サラ・マクマンの場合誰とやっても異次元なんですけども、 すごいですよね、この図。今の接触の時のバチッという音、首取りに来ましたね、いやこのままネッククラックか、首取りに来ましたね、いやチョークに入っているかどうか、そうだ、絞り上げる、絞り上げる、ハイエルボー、ハイエルボーの気がするんですね、秒殺返し、勝者サラ・マクマン、表情は涼しいまま、おお。最後の試合は26秒、勝者チームサクロがサラ・マクマン。ただのレスラーでないところを見せましたね、さすがですね。杉内幸3人抜きを果たしていましたが、今度はサラ・マクマンが衝撃の秒殺です。さすがですね。
いやここからです。一気に距離を詰めていく黄色のラッシュガードサラマクマン、こう最初から頭を落としてこうまずちっちゃく畳みました、シッティングガードに取った杉井選手、さらにハイエルボーで肘を高く上げタイトに締め合いましたね。ノーアームのチョークという形でした。もうやはりパワーですね、ここは。最終的にはただしこのしっかり首に入ってからは非常に切り替えが早かったですね、非常に、タイトにする技術は本当に一品でした。さあサラマクマン、今度は衝撃の秒殺やり返しました。サラマクマン、このまま詰めていくのかサラマクマン。全日本ブラジリアン柔術選手権紫帯ライトフェザー級準優勝、澤田明子です。この試合も4分で行われます。澤田の方が体重は14キロ軽くなっています。澤田選手はまあここは引き分けに持ち込みたいところはあるでしょうね。引き込むような動きを見せました澤田明子です。やはりこの立ち技を警戒してますから、まあ、座る動作がちょっと早くなり、まあ、やや注意の対象になるかもしれません。いやこのタックル、これが銀メダリストのタックル。ワクシメル、アリー、ワクシメル、さあ腕取ってくる、ワクシメル、腕をがっちり守ってる感じですね。抑え込まれながら守ってる感じですね。ただしこれはまあ味方によっては攻めに行かなければいけないクインテッドルールに抵触する可能性はありますからね、さあ そこも駆け引きですよね。上からの抑え込み、とんでもないパワーです。さあ肩固めに入ってますよ。肩固めに潰しますよ。クラッチした、腕をクラッチした。ここからおそらくマウント、そして逆サイドに乗り越してくると思います。澤田も今膝でガードしています、はい、ですからそれをさせないようにガードしてますね。おそらくマウントからサイドに回ってくると思います。さあここで、いやしかしここは足が回り込んで、徐々に肩は食い込んできてますね。反対側に回ってきましたね。このやはり肩固めはですね、この腕を含んでる側に回るのが原則なんで、そして今マウントから締めていくか。さあ締められるか。どうだ、さすがですね、強いサラマクマン。ニヤッと笑顔が見えた。体のやっぱり圧が違いますよね。サラマクマンが2連勝です。体がやっぱりすごい違いますよね、圧が。澤田選手が粘るかに見えたんですけどね、これも持ってきました。さあ振り返っていきましょう、まあ、立つこのスタンディングでまずテイクダウンし、すぐにサイドポジションですね。このタックの速さですね。シングレッグ、まあ、引っ込みに合わせたとも言いますけどね、サイドを取ってこの肩固めに巻いて、しっかりこの澤田選手の右サイドに降りて締めましたね。澤田の方も懸命にこの足を絡めたりして、はい、ポジションを不利なようにならないように抵抗していたんですよね。そうですね、リアネキッドチョーク風に両手で締め上げましたね、サラマクマン2連勝です。クインテッド、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。あーちゃん